皆さんこんにちは、伊藤俊介と申します。今日は僕がクリスチャンになってから、神様本当にいるんだなっていうことを体験した出来事をお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。僕がクリスチャンになったのが小学校低学年くらいの頃で、最初は両親に連れられて教会に通うようになりました。で、次第に神様のことを知って、イエス様のことを知ってクリスチャンになりました。で、その後小学校5年生くらいの頃にですね、教会からアメリカの方にツアーに行くっていうのがありまして、それに参加しました。そのツアーっていうのが全国からこう集まってきて、グループになってアメリカに行って牧師さんのお話を聞きに行ったりとか、ディズニーランドに行って遊びに行ったりとか、そういったツアーになっていました。で、その教会、僕の教会から参加したのが僕一人だけで、周りには誰も知らない人たちばかりで、そのような中で僕はそのツアーに参加したんですけれども、皆さんに本当によくしてもらって、面倒見ていただいて、そのツアー最後まで楽しく過ごすことができました。で、そのツアーの最終日に、もう空港で飛行機を待っている時に、お世話になった牧師さんと二人でお話をしていました。で、その一通り話し終わって、最後にその牧師さんが言ってこられたことがあって、それが、神様に教えてもらったんだけど、伊藤くんにはお父さんがいないんだねっていうことを言ってこられて、そのお父さんがいないこと、家庭の事情とかは全く話していなかったので、知ってるはずがなかったんですけれども、そのことを言ってこられて、とってもびっくりして、その後にまた牧師さんが言ってこられて、それが、伊藤くんにはそのお父さんいないけど、天のお父様イエス様は伊藤くんのことをとっても愛していて、そのお母さんも伊藤くんのことをとっても愛しているんだよっていうことを言ってくださいました。で、その時ですね、びっくりしたのと同時に、すごいとても嬉しくなって、涙がもうその時から止まらなくなってしまって、もう飛行機に乗る時までずっと僕は泣き続けてしまいました。で、そのことでですね、本当にもう神様本当にいるんだなってこと、もうクリスチャンになっていて神様信じていたんですけれども、よりそのことが確信になったと言いますか、本当に神様いて僕のことを本当に愛してくださっているんだなっていうことを、このことを通して僕は体験しました。で、僕がお父さんいないことに対しては当時そんな気にしているようなことはなかったと思うんですけれども、本当にその心の深いところにまで、その心の深いところにある傷まで、神様触れてくださって、その傷を取ってくださったんだなっていうことを思います。で、僕もうクリスチャンになって20年くらい経つんですけれども、そのことが今でも本当に忘れられない特別な大切な体験となっております。最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた。